はお疲れ様です。お名前を教えてください。小川ひかるです。ひかる、じゃあ今日のスクールはどうでしたか？今日一番いいプレーは何でしたか？点決めたことです。点決めたこと、試合でですか？はい。じゃあ鴨本コーチは優しいですか？はい。怖いですか？優しいです。優しい、うん。じゃあ将来の夢は何ですか？サッカー選手です。サッカー選手になること。どんなサッカー選手になりたいですか？ドリブルいっぱいできる選手。ドリブルがいっぱいできる選手です、うん、になりたい。じゃあ普段サッカーの練習はしていますか？たまにです。たまにしてる。どのような練習をしていますか？校庭を20周ぐらい走る。